はい、どうも皆さんこんにちは、愚痴つぼです。今回はこちらデッドバイデイライトスチーム版をサバイバーで遊んでいきたいと思います。それでは試合を探していきましょう。はい、ってことで皆さんこんばんは。今日はねDVD あるんですけど、今日はちょっと DVD あるんですけど、悩みがありまして、私今日ちょっとね、なんか声が枯れてんだよな。だからちょっと高い声が出ない。高い声出すことなくね、配信中色の。あ、じゃあ大丈夫だ。はい、さっきまで編集する雰囲気出してました。すごい体中からこいつ編集するんだろうなって雰囲気出して、ずっと座ってた椅子に、ずっと椅子に座ってゲーム楽しんでましたね。楽しかったです。まあ、てことで明日は、まあ、明日はなんか動画上がると思うんで、明日俺朝起きて編集頑張ってできれば、動画上がります。まあ、できなかったら上がりません。なんか途中で編集力尽きてんのが上がります。すやすやさん300ビッツありがとうございます。こんばんは。ってことでね、今日は大陰キャパークリベンジしたいっていう気持ちで、陰キャなのに陰キャじゃない。でもそれは当たり前ですよね。空気さん3回サブスクライブありがとうございます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。立花まめさん4ヶ月サブスクライブありがとうございます。今日は替え玉の方ですかって、なんかね、それちょっと言っちゃうと、なんか本当に俺あるのかと思うじゃん。なあ、4号機ぐらいまであるのかってなるじゃん。で、4号機めっちゃ中国語堪能でね。やめとこうね、そういう話は。1時までにおにぎり食べれんかった、今日は。はい、サファ系。今日、ラッターのさ、聖地配信があるから、飛び起きたんだよね、1時に。やべ、1時じゃんって、飛び起きて。うわー、待って、ワトさん、もう高い声出るわ、配信。枯れてて出んかったけど。ワトさん2ヶ月じゃない、サブスクギフトに壊れちゃいます。センキュー。あ、いや、葛藤系キラーじゃね、今回も。葛藤系キラーとまたマッチングした説あるな。ってことでね、今日はインキャーパークなんで、おはようございます。みーくん3ヶ月サブスクライブありがとうございます。まあ、今日ね、それで起きたんだよね。普通に睡眠時間楽しんでたけど、あんじゃんと思って急いでログインセンスを備えて、まあ、ログインセンスを負けたんだけど負けたんだけど、残念ながら普通にログインセンスをボコられて終わった。まあね、しゃあないよね、ドス。まあ、ドスってか、多分 D ドスなんだと思うけど、どうしようもないよね。え、グッズさん、負けた。ラッターがログインし始めたから、ログインしてんだけど、負けた。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。インキャパークもたまにはいいかも。ユニチカさん、サブスクライブありがとうございます。ログインセンス強いイメージだったでしょ。強いんだけど、まあ、今日は手加減してあげたんだよ。軽く手加減してあげたわ。これは来ない。ちょっと待って、違うんですよ。谷村さん N ビッツありがとうございます。DDoS だよね、DDoS。ドス攻撃っていうのが、まずなんか D から始まる単語をオブサービス攻撃なんだけど、もう覚えとらん。 D から始まる単語オブサービス攻撃だったと思うんだけど、まあ、サービスなんだっけ、サービス妨害攻撃なんだけど、よくわからん。薩摩チップスさん、美味しそう、サブスクライブありがとうございます。まあ、平たく言えば、まあ、F5 連打とか、
ね、まあ、とりあえず、まあ、すごいリクエストを送りまくって、まあ、サーバーを困らせるっていうね、まあ、そういう感じだから、タピオカの行列あんじゃん。だからタピオカの行列が、まあ、今の10倍ぐらいになって、しかもそのうちの9割の客が何も買わずに帰っていくみたいな攻撃、うざない？まあ、それをされると、まあ、店も困るし、まあ、まともにサービスを提供できなくなるみたいな、まあ、そんな感じで、DDoS はその最初に D がついて分散型、分散型だから、あ、今どっちかというと DDoS の説明だったわ。あと普通のドス攻撃は、まあ、1人の客がなんか5000回ぐらい注文してくるけど、嘘の注文めっちゃしてくるみたいな。わかりにくい。わかりにくい上になんか発電機もう残り1台。すごい。うざいでしょ。うざいじゃん。そういう攻撃なの、ビーブスってのは。そうで、しかも9割ゾンビ。そう、ゾンビ。ゾンビだから注文できない。まあ、ディードスってのはね、なんだろうね。そのウイルスに操られてるパソコンとかを踏み台にして、いろんなパソコンから攻撃するから、だからなんだろうね、その攻撃されてるっていう特定しても誰かわかんないんだよ。誰かわかんないし、防ぎようがないと思う、ウイルス。一応なんか、なんだろうね、できんのかな、むずいと思う、ウイルス対策。まあね、サイバーの世界は攻撃する側が強いから、防衛する側はね、いつも辛い。ハヤドレナリン2人、やばすぎ。まあ、DDoSはやばいです。あー、これバレる。あ、罠置いてんな。かかってこいよ、トラッパー。俺は陰キャだから、影でしか悪口でいいんからな。なんだそれ、中途半端すぎんだろ、この罠。やっぱ葛藤してんだろ、こいつ。この下置けばいいのに。これは、これは踏まねえだろ。お酒に失礼しますか。赤いね、今回の味方。帰りちこれ。え、これ昨日の人？わからん。どうなんだろう。わからん。もう GG っつっとこう。昨日の人じゃないよな。ランク20のトラッパーってだけだと別にな。そんなわからんし。もう申し訳なさの断髪しよう。はい、断髪。ウェーブ入れちゃいました。ぬるっと出たね、なんかね。DDoSの話してたら、でまあ今日それで飛び起きたのだから、1時にてか、まあ、1回ね、10時ぐらいに起きたんだけど、まあ、10時ぐらいに起きてなんか普通に二の腕かましたら1時だったわ。で1時に起きて、そうだから1時消費期限1時だったからさ、買ったおにぎり、だから普通に消費期限は切れてた。残念。よくね、消費に30分ぐらい。なんかちょっとね、おにぎり、ね、糸引いてたんだけどさ、それがデフォなのかが分かんなかったから、まあ、普通に美味しくてよかった。なんだろう、なんかもちもち系のお米だったからさ、そのどっちなんだろうっていう。分からんかったけど、普通にはピンピンしてるから大丈夫ですね。ただ前、俺 おこわ赤飯どっちが正しいの。おこわ食べ、おこわさ、食べようと思って、ね、おこわ常温で置いとくじゃん。でちょっとね、持ってみたらさ、あったかいの。おこわ温めてないのに腐るとさ、温まんの。おこわがさ、そうすごいなんか持ったらあったかかったことがあって、でそれはなんだろうと思ってね、普通に箸突っ込んでみたらめちゃくちゃ糸引いててさ、おこわやばい、あれもうめちゃくちゃ糸引いてて、ちょっと一口食ってみたけど、普通に吐き出したわ。あ、これやべえやつだ。おこわってやばいんだ。あったかくなってた。
もうこいつ照れてんじゃんと思って食ったけど違ったわ、うん、腐ってたのかな。え、たまちゃんさん3ヶ月サブスクライブありがとうございます。なんだろう、おにぎり代ジグララさん100ビッツありがとうございます。ちなみにビッツってね、スパチャと違って全額くんのよ、くんのよ、くんのよ。だからおにぎり代なんだよこれ。まあ明日サンドイッチですけどね。サンドイッチ食べて冷蔵庫ぶち込んだ。おこ、え、おわ、腐りやすい。そうなんだ。確かに今日ね、糸引いてたのは海苔巻いてるやつじゃなくてさ、なんかなんだろう、なんか混ざったお米のやつね、混ざったお米の海苔巻いてないタイプのやつだったから、あ、待って、別に普通にうまかったからセーフじゃねな、普通に糸も含めてそういうもんだったから、むしろなんかいいアクセントだったよ。え、みーくんさん185 同じ考えのやつが2人しかもおこわの相場ってそんな感じなんだみーくんさん185ビッツありがとうございますで、200円ぐらいなんだ相場、知らんかった、ありがとう。え、ふにららさん200ビッツありがとうございます。え、声変わった、今日声変わったっていうかさ、普通にあの声枯れてんの、ちょっと歌ってたら飛び跳ねながら、てか飛び跳ねながら歌ったら今日暑くて普通にクラクラした、帰ってきて気分悪かった。え、ゆりさん100ビッツありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかった。なんかおーい、ゲーム楽しんでる人いるんだが、もうやめろよそれ。もういや、絶対配信者だろおめえ、おめえ配信者だな、楽しんでんなこいつ。まあ、弱音はなしだってやつだね。弱音っていいよね、つけてるだけで面白い。おっと、いるな。レイスだ、レイス、レイス。気をつけろ、気をつけろ。気をつけて。ここのね、注意点としてね、これね、挟まれるとね、いったくさい。レイス相手にライト持ってきたのでかいな。猫いいね。久々につけてるけど、猫めっちゃいいわ。このインキャーパークなんだって今回。クイクはアイアンウィル、猫、TTJ。TTJ? 都会の逃走術、TTJ ね。覚えておくと。TTJ って略すから。もう弱音、弱音死んだ。弱音、弱音早いぞ。ドラマ見せてくれよ。まあ、軽く1台直しますか。グレートで締める。猫が反応する。バランスつけてないよ今回。チェイスパークすらない。あ、見てるね。レース、あ、ナイス救助。じゃあ俺もここの窓さ、おしゃれじゃねこれ。あんな窓つける普通。おしゃれだよねあれ。普通に勢い余ったら放り出されそうね。ゲージ黄色くなってんのは、これ猫ってパークはなんかね、あのキラーに見られてんのがわかんの。で、キラーに見られてるとなんかすごい緊張して修理早くなる。まあ適度な緊張感っていうのは、まあすごいね、作業にいい効率をもたらしてくれるんで、まあそんな感じで修理速度が上がって、まあその代わりスキルチェックがちょっと失敗しやすくなる。今見られてんね。あ、見られてないわ。見られてるわ。よくねこれ。猫強っ。クイクワもあるから、もうガチで陰キャコ、もう弱ねえ。お前、そんな、先に行くのか。あいつがタゲ取ってくれてんだよ。うまい。うまいわ、これは。
まあ、こういうね隠密系のキラーと当たった時に、まあ、こういう猫とかつけてると、まあ、なかなかいい。ほらやばない、陰キャすぎるもん。来た、ちょっと待って何？やめてやめてやめて。いや待って、これライト、おお、よかったよかったよかった。え、ライト、ライトに強すぎだろこのレース。やば、ライトに強すぎだろ、びっくりした今。全然スタンせんわ。ライトに強すぎ。透明中のレースはライト当てるとスタンするんだけど、ライトにめっちゃ強いわこのレース。見慣れちゃったのかな、かなりトラウマを。もう過去に苦い経験があったのか、一体いつ彼がこうなってしまったのか。ネギ、どうも。焦らないこと、それが一番大事。焦らぬこと、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 焦らない。部門やべえ、申し訳が立たん、申し訳が立たんはちょっと違うけど、すまんすまんリーサルウェポンすぎるリーサルウェポンすぎる、申し訳ねえな、レイスさん、すいません、ちょっとこんなもん持っちゃって。もうレイスにライトね、本当にね、罪深い。あ、ダメ、これ。すいません。もうダメだ、これ、俺死ぬわ、もう、帰れないやつだ、これ。わかる、俺もう、長年の経験から今日帰れないんだなっていう。残業。これ、帰れねえな、本格的に。本格的に帰れんかもしれん。あ、いいっすか、あ、自分変わりますよ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。レーズンさんサブスクライブありがとうございます。これね、おお、大丈夫だな、今。あ、傷舐め合う、あ、お前舐め合えない、舐め合えねえんだわこいつ。そうだった、弱音の方だ。もう電池電池ライト強ない、電池電池ライト、ドラえもんの秘密道具にありそう。電池電池ライトね、割と気に入ってるこの構成。なんでチェイスパークじゃなくてインキャパークのに陽キャムーブするの、まあね、それはね、まあ、俺がなんか俺めっちゃオタクダンスよ、ワンピースとかめっちゃ見ますみたいなタイプだから。あ、死んだ俺、割、俺死んだ。はい、死亡、気づかんかった、帰れんもん、ありがとう。水がうまい。ネアのもの、いいぜ、いつでもいいよ本当に、マジで割といつでも予定空いてる。アザラス、帰ろう、帰ってきてね。まあ、レイスは血を見入りやすいから、すげえ血をね見る能力に長けてるから。こうやってね距離を取っても追いつかれてしまうっていう強みがあるんだよ。やってるこれ誰か、えれえ、えれえな、メア。ナイスだな、これ。治るね。ゲート行くか。えれえな。でれえ、ボッケー、えれえわ。ナイス！ナイス！ノーワンチェックできんかったな、これ。まあ、帰宅部首相はゲート開けるのが早い。
この無駄のない立ち回り。誰か救助行かねえかな。それパークがパークだからさ。そう、ちょっと陰キャはちょっと立候補系弱い。誰か待って、じゃあ俺が先に出ることによってもう行かないんだぞっていう態度を明確に示していく。あ、おめえもか。オッケーオッケー、帰ろうぜ。じゃあ直す、俺のこと。あざすあざす、行くかしら。もうしょうがねえな、いいや、もうヒーローになるか。ナイス救助。壁行きます。じゃあ行きますか俺ら。藁の盾、藁の盾って映画知ってる？本当に胸くそ悪かった。ただ単に胸くそ悪い映画だった。これ大丈夫か。さあ来いよ、キグル。失敗。じゃあ帰ります。陰キャ頑張ってみたけど無理でしたってやつね、これ。つる。あ、出ちゃった。あー、もう頼む、みんな頑張ってくれ。あとはじじい頑張ってる、みんな。あ、ダメだ、これ音の距離が近すぎる。絶対音感だから分かる、これ音の距離が近いね。絶対音感だから分かる。あ、ナイス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 。何が絶対音感だ。ランク20としか当たらない呪いにかかってる。じじ、後ろに立っていたとはな。音階、おー、ラだよ、ラ。 442Hz だ。 442Hz だっけ。適当なこと言っとこう。バレんやろこいつら、ちょろいし。 442Hz だよ。ハンプですやろう。で、なえて配信終わるんだ今日は。え、てか明日の動画まだ編集しないんだが、冒頭10秒ぐらいしか編集しとらん。はあ、ちゃんと合ってるって。おお、さすが、絶対音感だからな。まあ、ラは 442Hz か。 440Hz なんだよな。ふん。うわー、チッコーだって。出たー、作さん。これ言ったよね、みんな。CH3COH の覚え方。これ、チコリータの鳴き声って覚えてほしい。チッコーとしか読めんもんな、これ。ちょ、今日声枯れてるからチコリータの声出ない。この覚え方ガチで、おぬぬぬ。おぬぬぬなんで。なんか、パーティー感あるから。パーティー感あるから、ちょっとワンパンホのもっちゃパーティー感あるから、ワンパンホでいけんのかな。え、俺、え、俺メメント持ったっけ。つけてた、俺つけてたか。そう、なんかつけた気がするな。わ、ちょ待って、俺前回もさ、なんかウルメメ間違えて持ってきて、なんか知らん間にウルメメ持ってたんだよ。俺ハンプレスやると頭悪なるんかな。やば、やばないこれ。おー、グローニングスターハウス。グローニングってどういうことなんだろう。どういう意味、グローニングって。はい、英語の人、英語のリスナー頼む。アメリカ語を話せるリスナー急募。まあ、常に俺はグロービングだけど、グロー、あ、いますね、この。多分こっちにいたね。さあ喧嘩開始、バトル勃発。さあラップバトルを制していくのはどっちか。ここにもう一人いる。はい、どうも。はい、ワンパン王のサクさんいただきます。あざす。ここでルインが死ぬ音、ありがとうございます。まあ、ワンパンを持ってボコられるハントレスはもう本当に
ダメなんで、もうダメなんで、ボコられません。ボコられません、勝つまでは。さーて、世界を見通して。ミスる男。当てていいっすか？当てていいっすか、これ。これね、在庫が切れるんだよね、この貴族の遊びしてると。チコリータサクッとメメントしたいんだよ。まあ、緑メメントは早いうちに使えっていうことわざがある。まあ、いいか、あ、いるね。当たらんね。ここで待ってればなんかずっと遅延される説ある。ナイス救助。どっちだ、いるー、まあ、ボロ隊だろうね、これは。もう素直に逃げるな。どうだ、死が迫ってくる感覚ってやつはこんな感じか。なるほど、外した。ミスったみたいな、普通に。まずは一人。あ、でもなんか治っちゃった。まあ一人減らしたらね、それだけにかなりの自信になってしまうので、まあ、残念ながらここで死んでもらおう。おはよう。いやー、痛い、これは痛いですね。もうすいません、すいません、教育に悪いやつ。あざっす。で、あの発電機爆発してたんで、まあ、ちょっとチキ出しますか。入るね。うまいんだな、これがな。ちゃんと捨て身を隠していくのが偉い。当てるのが偉い。ワンパン斧である必要性を感じないね。へへ。これイタツか。イタツ、イタツってなんだ。イタチを使う。イタチを使うのを多動し、イタツ。イタツ、あ、ナイス。ナイス、イタツ。イタっていく。さーて、バメ治療見てないことで有名なグチソウです。ああ、隅から隅へと探すか。いるな、これ。こんなにね、ささやかれるのはおかしいんだよね。人違いでした、人違い、人違い。ただいるな、絶対いるんだよな。まあいいや、これ探してると日が暮れそうだから。寝てる方いたわ。新宿メルトダウン。おっと、車線 X 軸方向合ってる。 Y 軸ずれてる。イタチをつけて、イタチはね、釣った後に蹴ると発電が 25% 戻るっていう、まあ、あまりにも有能なパークなんですけど、まあ、こういう背低いハイストライク、まあ、こういう背低い建築物、あとハンドレスやっぱいいね。どこへ行こうというのだね。はい、うまい。ちょ、何何、今めちゃくちゃ上向いてたけど一瞬。なんだなんだなんだ、蹴押されたわ。もう釣られた、釣られたわ。足跡がついているよ。いない、この辺。ミスった、今当たらん、それつく。しゃがみ散らかしてんな。当たれー。ライトマンがね、火をうかがってるね。ライトマン先に処分しないと。どっち行っただろう。さっき視界の隅にチラチラと、チラチラとその美貌を披露していたけど、呼ばれてる俺。コールオブフェンミン呼んでるなら、もう行くけど、いなくね。
いなくなったんだから呼ぶだけ呼んで。ハントレスの最大の弱点はね、やはりその索敵、その索敵能力の低さ、まあ、なぜならこの超爆音で鼻歌を垂れ流すことによってもう自分ここにいますよって 全力でアピールしちゃうので、まあ、その間に隠れてしまえばいいという、まあ、すごい索敵が難しいキラー、まあ、しかも足も遅いからそんなに巡回でささやき見よう、まあ、ここやってるだろうな。強えな。苦しい。俺はね、近距離攻撃の方が強いわ。近距離攻撃の方が強いわ。あと2人、2人で2台って釣らない。でも俺のささやきはまだ違うな。これこいつはな、ちょっとささやかれるの待ちたいな。まあでもね、順番的にいくと向こうの発電機やってると思うんだけど、まあ、やっててくれねえか。やってるね。さて距離的に向こう側に逃げるべき、あなたたちは。いやまだ隠れてるな。これこっち側に逃げるべき、あなたたち。待て、足音する。なるほど。これはちょっと待って待って待って、お互い今のは、今のお互いだな。このタイミングで離れるのが非常に賢明。どちらに行かれたのでしょうか。あ、いましたいました。彼じゃない、彼女はね、そのね、逃げ方を分かっている。これはもうこれはね、評価に値する。外行ってるな。うわ、もうしっかり距離取ってくる。あー、いるいるいる、しっかり距離取ってくるね。やめてほしい。なるほど。誰だこの建築物作ったの。当たってないんですかそれ。おお、ナイス。オッケー、じゃああとあとにしよう。じゃあ俺が大人になるわ。ささやかれてない。もう一回蹴っとこう。これもうまあね、合わせる時間じゃないんで、ささやきを見ながら、はい、合わせる時間始まった。どうしようかな。あ、いるいるいる。お、次当てるよー。次当てるよ。次当てるよ。じゃあこの一発にかけるわ。3発しかないからよなあ。3発しかないからよ。ちょ、心を込めて投げないといけないんだよね。それと今心こもってないな。ちょ、直されたらもう直されたらいいんだよ。もうこれは一つにこだわってる場合じゃない。ささやかれなくなったらこだわろう。あ、いるいるいる。この足跡は、これいい加減割っといた方がいいな。なんで？逆になんで入ってないの？ここのカラス飛んでるな。困る。ちょっと待って、わ。いたわ、いたわ、いたわ。え？いたわ、いたわ、よかったよかった。やっ
といた、もう本当にもう、もう一生会えんかと思った。やっと会えたね、ライトマン。え、映らない、バベチリに映らない、これは今足跡違う、わからん、まあいいや、お出かけしよう。なーん、やめろこれを。4パーかこれ、これ4パーくせえな、4パーだなこれ。おー、もうなんかいろいろ起きるね、これ大変だ。カラス、ハエ、あ、いるわ、もう一人。デッドハード。やるね。え、コロスケさん22ヶ月サブスクライブありがとうございます。このオーケー、もうもうなギリ殴れるかどうかだったから、体前のめって肩がマイクに当たった。心を込めて殴ったら届くんだな。もうこういうなんかギリギリ当たるかの時ってね、もう全力なんだよね。全力だからさ、普通になんかガンっていっちゃう。うわー、さ、ラストバトル始まった。ハッチ、やめろー、ハッチに行くな。パカ、行ってない。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ウィキオさんサブスクライブありがとうございます。なんで、なんであんの。おい、ジジイ、まさかそっち側にあったと誰もわからんかった。ウリリリさん300ビッツありがとうございます。フレディをさ、頑張ってレベル上げて使おうかなって加策してんだけど、いけるかな。パークがさ、貧弱で。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。空虚な結末じゃねえ。え、ヒカさん7回サブスクライブありがとうございます。やってみるか。ドリームプロジェクションって、もう見切れてるんだが、メッセージを詰め込んでくれ。もっと低下する、重複しないのか。ちょ、緑2ついってみる。ドリームスネアやってみたい。フレディって強い？ちょ、あんまりまだ深めてない。キラー増えてきて、やっぱ使えないキラーとかもう結構多いからさ、俺。キラー増えてなくても、多かったけど。もう、嫌。もう嫌。PT 嫌。まあ、しゃーない。わかった。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。クドリャフカさん10ヶ月サブスクライブありがとうございます。
PT だとさ、別のやつ使いたいの。上でやるか。いや割とね、PT はね、強いんだよね。あ、全員帰った。もう全員帰る。もうほら、もう、なあ。こうやって。作業効率落ちるアドオン絶対強いよな。お前、スナイパーいるが。おい、リスナーよう入れたな、それは。スナイプすぎる。これ入れんのは強い。いいぜ。ボコボコにしたるわ。これ部屋壊れてんな、多分な。一人入れてないもんね。あ、来たわ。治ったわ、部屋。なんか、イカれたパークつけてるな。第三の封印。これでやってみるか。てか俺ナスコつけんの久々ちゃう。ナスコ俺あんまつけないんだよね、最近。なんかクロートはなんかナスコつけないみたいな雰囲気ないって思って、ちょっとカッコつけてナスコ外してんだけど。俺抜けからつけたっけ。もうやばい、ちょっと自分のオファリングに責任持てなくなってきた。いやー、やはりね、幼児対抗してるね。大人になって責任感を持とうと思ってるけど、もう幼児対抗して責任感なくなってきた。リスナーはもう分かる分かる。名前見たことあんなと思ってプロフィール開いたら、うん、そうだった。アイコン見たことあった、今度は。名前見たことあるなと思って、次アイコン見たことあったから、もうそうだし、なんなら俺今フレンドだった。スチームのフレンドとかもう、549人いるからな。インターネットだと人気なんですねみたいなやつだから、ランプキンレーンですね。インターネットだとなんかね、あ、ささやかれた。この発電機やってるか、もしくは道の真ん中やってるな、この発電機。さあ、ご挨拶しますか。ランランラララン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 。 Here you are!あ、こういう風に置くんだ。へえ。初心者おじさん。あー、スクラッチついてる。スクラッチって呼び方意識高い。足跡って言おう。横文字やめよう俺。ちょ、横文字やめるわ、今日から。え、てか人がおらん。しょいー、行かない。やってないね。さあ、ドリーム。ああ、叫んだ、叫んだ。ドリームスネア、足元に置いておいたんすよ。そして横から誰、あなたは。誰か分からんが、俺にあだなすものは全て敵。空の光は全て敵。そちらね。え、どこ？むずいな。どこに置いたらいいんだろうね。うるさ！俺が一番ビビるわ、それは。まあ、こうやってなんか歩きながら置けるのはもうすごいいいと思う、でも。置いとくか、適当に。雑に置いとこう。イタチ欲しいな。ここやってるな。今ここでいなくなってるってことは、まあ、こっちに行く率が高いよね。これリスナーのやつだ。リスナーのやつ。バランスか。もうリスナーだわ。バランス持ちはリスナー。
なんかすごい賢そうな動きしようとして失敗したず。やってんな。叫んでる叫んでる。こんな嬉しいか？よっ。そっち全然仕掛けてないからね、あんま行かないでほしい。置けない。届いた。迷った、迷ったのかな、多分迷いが出てたね今ね。どういう見え方するんだろうね、普通に気になる。てか自分と戦い、は？自分と戦いたい。どんな感じに見えるのか。いるな。どっちだ、もうわからん。足跡微妙に残っててももう追いようがねえからな。やってんねえ、ここ。ついたわ、リアルタイムで。やばい、殺される、このままじゃ殺される。いやーボコボコですわこりゃ。なんだその動きは。どうしよう、これ追うべきかな。あ、ミスったね、デッドハード。ない、デッドハード、怪我してなかった。怪我してねえじゃん。おっと、これは殴りたい、お前を殴りたい。殴れない、ミスった、やべえ、ミスった。今かっこいいことしようと思ったんだけど。それ夢落ちてないとスネア効かないんだな。あ、これは殴れる。デッドハード、デッドハード、デッドハードじゃありませんように。あっす、いや、キチーキチー。でもルインが生きててこれって考えるともうすごいね。まあ、死んだけど、さっき死んだけど、まあ、ルインが生きてて回して、はい、終わり。これでテレポート能力が死んだ。ボロタイだな。この人はデッハか、デッハだな。これ窓越えた瞬間殴ろう。こっからまあまあまあ、まだこっからだね。いや、来るかな救助。防衛、守りの体勢だから。解放か。まさか解放持ってるとはな。左から足音やめてほしい、非常にやめてほしい。誰の肉壁してんだ。誰の肉壁してんだ。やっちゃったね。
けない、ここ。お酒こっちだな。いた。立ち上がったか。どちらへ。うわ、やべえ、防衛入ってる。やめてください、そういうの。やめてください。その距離にライトは届かんと思う。いや、おじいさんの介護が、非介護者が、非介護者が介護してやがる。ジジイ、エンティティ怒らせちゃった。俺ランク落ちたんだが、水こぼしたんだが、むずいな、フレディ。何かの間違いでイカチ来てくれんかな。なぜやろう。これ絶対パーティーだろ。絶対パーティーだろ、これも。いいぜ。往復で行けますか。申し訳ないし、安らかに。まあ普通に見た目すげえ強そうだから、ちょっと手こずりそう。まあ脱出はさせたくないな。久しぶりに黒い服着てるね。畑か。行きますか。あー、いるね。幸先。デッドハード、うまい。1ブリンク目で殴ってれば奇襲できてたかもな。どっち行った。声振られた。あ、ハゲ起こされてもそれが遅延になるから起こしてもらおう。やべ、ダメだこれ。声が聞こえない。これは懸命にこっち釣るしかないな。マネジメントしていかないとね。タイムマネジメントを。治療早いな。いいピットだな。さあ、見えません、誰も。早い。ボロってこれストライクあんじゃん。ドアストライクあるわ。
マジか、それ当たらない。いやマジでおい BBD 運営、まあ、この世の全ての不利益は当人の実力不足ってリゼさんが言ったから。絶対テッドハードじゃなかった。アザス、治るじゃん。死んでくれ俺のために。あ、間違えた。デッハ、デッハだよな。もう顔がデッハ。テボは死んだ今。生きてる？死んでね、この人。生きてる？生きてるか。よかった。まだ死ぬには早すぎる。救助早いね。解放を使ったのかな。デッハはね、だいたい後ろ、やばい、これタイミング危ねえ。めっちゃいいタイミング。それは普通にやられたかと思った。はい、ちょろいもんだぜ。それちょっと問題になる、問題になる。危ない危ない危ない、問題になるとこだった。さすがにあの状況ではいかない。これ蹴ってるな。それはね、ちょっとめんどくさい。で、はぁ、あ、これ絶対ボロタイ。でストライク持ってるけど、まあ今はもうさすがに発動できないな。治る。これまずいね、普通に。何の音？トーテムじゃないね。やらかしなんだかこれ。おい、大やらかししたんだ。おい、もう気づかんといて、それ気づかんといてくれ。それはおい、大やらかし。いや、トーテム触られとる。ちょっとあれ言って誰言って、これデボはたまらん。ボロタイ。デッドハードは使わせない。1ブリンク目で来るとはあまり思われないから。ただかなり辛い。地下釣ってる暇ない。よいしょ。いや、初見さんいるんだけど、お前誰だよ。やば、これ治るな。これは久しぶりにナースでやられそう。ついたわ。あれつけられたか。どうするかな。
近くいるねとか。さあ、ではっ。ないないない。ししてなお。開いた。やば。こうなるとつれえな。ちょ、これうまく序盤殴れなかったな。あ、ミスった。下向いちゃった。やられた。ボンミスで終わったね、最後は。つかめないか。マジ意地。じゃあ序盤釣れなかったな。いや、ライトはね、ライトはあれ、俺がね、下手した、今のは。避けたんだけど、避け切る前、避け終わる前に、もう一回下向いちゃったせいでライト食らったんだよね。せっかくタイミング外してくれたのに。連携取れたじゃない。まあ、そこが問題なんだけど。連携取れてたらおかしい。これがね、まあ DVD だから、そう、仕方ない。まあちゃんとパーティーは滅ぼしていかないとな。普通のパーティーはいいんだけど、ああいうパーティーはちょっと俺が倒しておきたかった。ダークヒーローになりて。ベノムってダークヒーローなの？普通に悪役だと思ってた。おーい、ネタバレやぞ。お、あ、いた。これ、どっち行った？え、これ地下行って？地下行ってて？いや、来てねえなー、これは。どうしよう。ささやかれているのに。いたわ。いいね。行くか、地下。ああ、発電機の裏一人いたな、今。いない。帰宅した？いたね。さすがにこの短時間で走る音も出さずに消えることはできない。
ちは。お、俺も友達を。僕も友達と思ってるの俺だけだから。いや、どうしよう、これどっち行こう。これこっちの瓶をいただきに参るか。いや、ポニテじゃん。ください、それ引きちぎったろ。もうこれは殴れる。ナイス救助もらいに行こう。ボロタイム。わあもうなんかあるし、うまいことこの辺でぶつかりたい。そっちか。うわ、ミスった。おしゃれなやつミスったうわー、おしゃれだったのに。せっかく、はい、なんかあれば。はい、あれ決めたいよな。一日一回決めときたい。はい、腹痛は効かないんだっけ。腹痛効かないんだっけ。ストライクもうちょっとなんかもいでね、もぐっていうかもいでね。いた、バランスか。バランスだ。治っちゃった。これ届いてほしい。届いた。え、この人死ぬんじゃね。いやー、いただきます。受けてくれる。受ける勇気はないということか。勇気なき者はな、もうそうやって味方を殺してしまうんだよ。おお、この段階でこれかなり壊滅的だな。もう食いこわ。一応手破警戒する。食いこわついてない。これ最初の地下2人連れたのでかかったね。これ、まあ、これはもうつかないな。さあ、で、じわじわ料理しちゃいますか。自炊自炊自炊始めました。みんちゃんじゃなく、ない、みんちゃんじゃない。ポニーでもない。成長しちゃった。いけたな、今来ちゃった。行くなら今ですね。来ない。来ないな。いいのか。ちょっとワイトもらうか。あ、言ってんな。カラソンだわ。ぽいー、もうボロたえ時間借りたらチェーンソーで切られたこともなくなっちゃう。そんな待ってー、ちょうだい、そのポニーテール。あざっす。で、一人死んで、で、まあ今多分なんかこの辺で傷舐めてんだろ。ああ、舐めてたな。ごめんか。
あざす。もう死に場所を選べ。ここか。ポニテもらってどうすんの確かにこのポニテを集めてな、このポテネをポニポティポティネポニテを集めてな、カツラにしようと思ったのじゃ。9個集めたら9尾になっちゃうな。いいな。今ポニテちぎって999本目だから、ちょっとラスト1本欲しいんだよ。もうそこまで入ってるのやめとけよ。俺はふさふさなんで、毎回「もう俺らすごいっすね」って言われるから。あざす。じいじ、え、忘れんぼさん100ビッツ、あーだます。カニバルやるって、メメントねえかな。メメント、メメント、メメントいいっすか。メメントいいっすか。じゃあちょっと、あ、うわ、何、 TOKIO がニコ生やってる。やめろせんね。今やってんのかな。28分前か。やってんなこれ。はい、じゃあ皆さんこれ検索したら出てきますけど、絶対になんか対戦相手配信してますよとか、なんか対戦相手のキラーから来ましたとか言うのは絶対にやめてください。行きますか。振りではない。いやもう絶対どつが、いやそういうの、そういうのいいっすそういうのいいっす本当に。あー、電書バトはねガチでしょうもない、まあ、来られた側としても本当にーな、どうでもいいかな。はぁってなる。はぁって、まあ、てことでやめてください。対戦相手のサバから来ました。あ、どうもどうもどうも。ゆっくりしていってね。ツターン。ペイルローズか。さーて、狡猾で、ちょ、トキオさんキャンプしてぶっ殺すか。早めにな。ちょ、早めに楽にさせてあげて。いや、でもね、違うな。トキオさんじゃないわ、今回。ちょ、ね、オブセッション見つけれないと、本当にしゅ、あ、この発電機やってるな。オブセッション見つけれないと本当に終了するんだよ。お前か？違う。こいつも違うな。で、上やってる人がもう一人いるから、そっちかな。ダイイングライトを持つ者は早めに一人目を見つけないといけないという定め。船に一人いるな今。このマップギミックで船にね行くと、まあ、すげえなんか騒ぎ始めるから、カラスが。ダイイングライト名前好きなんだよな。いるな、いるんだけど、あの人に構ってる時間じゃない。待っててくれここ。いや今俺カラスとなったことはいねえなこれ。いな、いた、誰だ、
ちょ、同じ人しか見えん。何も、そうね、戦いたくない。まだ仲良くしよう。ここはもう露骨に何かを探してる様子。さすがにこれは気づかれそう。いるな、これ上。バランスか。あ、いた。あ、どこ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 。お前だ。ポニーテじゃん。やっぱ俺ちぎらないといけないんだな、お前。いった。いや、どんな教育できたのこいつ。めんどくさいね、普通に殴るか。あ、ラッキーユー。どっち行った。あー、もう大変。なんか能力ねえかな。能力はあるんだけど、あるにはあるんだけどな。早めにこいつ釣らないと本当にこのゲーム終了しちゃう。アンインストールしちゃう。ここ、うわー、めんどくせえ。とんでもねえやつが引いちゃったな。あ、ついた。これまずい。あ、まずい。まずい、まずい、まずい。下だ。いや、回り込めねえな。あ、そう。よし。いや、気になると思ってないことを祈る。え、地下こっちじゃない。うわ、地下こっちじゃねえわ。やべえな。ちょ、どうしよう。ちょ、バレない位置ない、これ。バレない位置がないって、こんなん。ちょっとどっから見ても、もうここにしようじゃ。ここ、はい、包括。もうやばいやばい、終わるこのゲーム。もうダイイングライトとか、あ、どうです、あ、どうです、どうです、あ、どうぞどうぞ。あ、いいっすよいいっすよ。わあ、時を、時を、心優しき時をよ。デッハだなこれ。あ、デッハじゃない。じゃあな、すまね。カツン、ウィーン、グチャー。ああ大喜び。あざす。はい、ダイイングライト発動。やっと遅延だ。よーし、こっからこっからしまっていこう。こっちに足跡あり。最初こっちやってたからいるんだろうな。まあ、発電機ないから今追わなくていいな。じゃあこっち回ってるだろうから先にこっちを潰しておかないといけない。まあ、回ってるわな。で、ささやかれてんだよね。いるこれ。あ、いるわ。何をだおめえよ。何を。バランスじゃない。よっ。ああ、ざっす。いやー、これは板と窓をね、もったいぶっちゃいましたね、これは。いい感じじゃないこれ。一人減らしてダイイングライトは普通にでかい。これ一人減らさないとダイイングライト発動しないんだけど、そもそも。じゃあ、あれやってるだろうな。寄ってる。ういっす。押す。なりしとん。さーて、頑張った努力の結晶を粉々にしたるわ。上から俯瞰視点でお送りします。はい、そちら。
あ、ダメだ、ダメだこれ。おお楽しんでんね。あれ反射神経、おい、トロール、トロール、トロールザエモン、おい、どうだ、ニコ生楽しんでるか。あ、やってんな。何やる、いやーダメだこれは。これはねしくじったな。待てよ、一回落とすしかない。これはデッドハードな。これ違ったわ。まあうるめめなんだけどいいや、普通に釣ったろ。え、この人メメントできるっけ、わからん。まあいいや、釣ったるわ。いや釣れん、え、まだメメントできんけ。おおおおお、ケバケバケババナーイケババナーイ。思わせぶりだぜ俺は。まあコラボですからこれも。おい解放か、そうだアダムだもんね。確かに。あやめとこ、ぶん殴んないんだね。メメントキャンセルしたら何回もぶん殴れるかなと思ったけど。まあ脱出されたらされたでいいでしょ。最初全然遅延できてないな。もう最近の課題、最初に遅延ができていないこと。こっちやってないな。じゃあ上か。あーやってるなあれ。いややってる、いや違うわあれ、揺れてるだけだ。なんか俺の心と同じように。うんー、やってそうだけどねこれ。あ、いたわ。お前を殺すのは最後にしてやる。決戦しようぜ。来るかなこれ。じゃあむずいな、どうしよう。効果追加したい。あ、来たわ。ミスった。この距離はやばい。距離感すごい。いいエイム。わあ、隅っこ釣ってるか。残り1台はまだ全然進んでないね多分。あ、やってんな。お、ドア。よっ、来ちゃった。救助ってことは今発電機、あっこ回すだろうな。これ後ろ全然見てない。これ手刃持ってないな。普通に殴れる。メメントは使わず。まあこれ普通にあのダイイングライト発動させたいための緑メメントの代わりとして持っていたんだけど、あ、もう目終わったわ使っても変わらんかった。緑メメントの代わりだったんで、まあ
まあって感じ。さあラスト1台。あ、いるね。舐めてる、これちょっと舐めてる。なあ早く早く修理して早くなあ、もうおい修理してって言ってんだ。普通に一応向こう見とくか。直されたよ私。やってないよ全然。じゃあもう一人どこだ。あ、いるな。左にアダムいるけど、ちょっとこっちから行こう。終わりだ。近くいねえあいつ。もうワンワン言ってんやけど。いそうだよな。いない？そっちか。いや違う、これ陽動だな。いやどっちだ、陽動だと思うけど。陽動じゃないの今の普通に。陽動じゃないのかな。普通にあんな音立てんやろ今。いいや、あ、陽動じゃなさげ。本人、ご本人登場したわ。当たらんかそれ。ハッチバトルだ。渇望をためためゲーミングする。終わりだ。もう最後です、使っとこうか。あばよ、あばよ、トキオ、未来で待ってる。キオさんファンです。またお願いします。はい、ってことでね、お疲れ様でした。まあ今日はこの辺りで終わりますかね。はい、ってことでまた、明日動画、あの編集間に合わせてあげます。お疲れ様でした。明日多分6時に上がりますんで、YouTube の方もチェックしてください。じゃあ終わります。バイバイ。